こんにちは。中学2年生理科、化学反応と質量のについての問題です。同じ質量の酸素と化合するマグネシウムの質量と銅の質量を最も簡単な整数比、マグネシウム対銅で答えなさい。これもカッコ4番で、もうすでにここまでの問題で、マグネシウム、例えばマグネシウムが空気中の酸素と十分に化合したら、マグネシウム対酸素で3対2の質量の割合で化合するってことは分かってますし、銅対酸素も4対1の質量比で化合するってことは、これまで3番までの問題で分かっています。一つ注意しておくのは、これが覚える数字じゃなくて、その都度グラフからとか、グラフから読み取るものなんで、グラフからこういうのを読み取る、そういう練習もしておいてください。で、この質量の比ね、例えばの話、マグネシウム 3g に対して酸素には 2g がくっつくってこと。銅 4g に対して酸素 1g がくっつく、反応する、そういうことを意味しています。で、今求められているのは、同じ質量の酸素と化合するマグネシウムと銅を質量で表すと何対何になるか、そういう問題ですね。で、実は答え自体は簡単に出て、これ3対2、こっちが酸素が2でこっち1なんで、同じにして比べたら、これそれぞれ2倍して8対2になるんで、で、これ酸素の分が同じなんで、マグネシウムと銅の質量比は、あの式ですね、Mg 対 Cu で3対8。もうこれで答えです。まあ、でもちょっとすっきりしないよね。もやもやした感じで。ではもう少し丁寧に説明してみます。仮にの話だけど、酸素 1g と反応するマグネシウムと銅の質量比、これで考えてみましょう。こちらが具体的ですよね。仮にね、1g の酸素と反応するマグネシウムを丸マグネシウムで表しましょう。で、これと 1g の酸素が化合します。で、この質量比が3対2なん で外巻き内巻きで2倍のマグネシウムが3、これで 1g の酸素と反応するマグネシウムの質量は2分の 3g と分かります。小数で 1.5g ってことですね。銅も同じようにして、酸素 1g と反応する銅の質量を Cu、丸 Cu って表すと、1g に反応するって 1g。で、この質量比は4対1なんで、これで同じように外掛け、内掛けで、切れちゃうかな。大丈夫ね。酸素 1g に反応する銅の質量は 4g と分かります。ということで、同じ質量の酸素と化合するマグネシウムと質量、マグネシウムの質量と銅の質量の比、マグネシウムは2分の 3g 反応して、1g の酸素にマグネシウムは2分の 3g 反応して、銅は 4g 反応するんで、2分の3対4。分母を払うために両方とも2をかけて3対8。これで同じように3対8という答えが出ます。以上です。